こちら、あの新しくオフィスにやってきた椅子の方です。 IKEA とバージルアグロのお椅子、あの大好きな椅子、そしてバージルアグロということでこちらを購入しました。おっすおっす。なんか年明けで急にまたあの連休だったんで、またなんかちょっとお正月気分しちゃった。こっちの方がいいですね。はい、なので今日からまた働きます。しっかり今日からしっかり働きます。ビデオもちゃんと撮りますとか言って、また今週温泉に行く予定がある働かないやんっていう、あなた働く気ないでしょっていう、あるある、全然あるんだけど、まああのね、ゆっくりできる時にした方がいいでしょ。いつもそればっかり言ってるよねいつもそればっかり言ってるような気もしますが、ゆっくりできる時にした方がいいと思う、本当に。あと成人か、そう、成人の話をしたかったんだった。成人の皆様おめでとうございます。私はね、成人式はね、おばあちゃんの着物を着たかな。すんごい硬いんだよね。仕事します。あのインスタにも載せてた NARS のクッションファンデを使ってます。今日はすごい薄付きで良いです。でね、リップはね、これはね、結構前からね、あのね、使ってる、最近使ってるってか、あのインスタに載せてたのはこっちのモロッコです。
これから、ママ&イモさんとランチの予定で、もうすぐ出るんだけど、ちょっと仕事して、ランチをしに行きます。犬もいます。あとでね、ちょっとお出かけの予定があるので、ちゃんとした服を着ました。ちゃんとした服を着たといっても下はスウェットです。上だけちゃんとしました。はい、これが私の精一杯のちゃんとするですね。シャツを着てレイヤードっていうんですか、しました。よしなんかちっちゃいカバン、なんか基本的に私冬って手ぶらなことが多いの。なんでかっていうと、ポケットがいっぱいあるじゃん冬って。だから別に持ち物がないからカバンを持ってった方がいい予感がするので、カバンを持ってきます。これは旦那さんがクリスマスプレゼントにくれたやつ、手袋です。じゃあ行ってきます。ホテルオークラのスイートルームに上がってる。今日はこのディオールのカプチュールトータルインテンシブエッセンスローションの発表会にお邪魔してます。